ジェフ役のマンタンモアランド左からディック・パーセル、マンタンモアランド、パトリシア・ステイシー、資料が漂うことをは、1941年に公開されたアメリカ合衆国のコメディホラー映画。監督はジーニア・ブロー、出演はディック・パーセル、ジョーン・ウッドベリー、マンタンモアランド、配給はモノグラム・ピクチャーズが言った。典型的な B 級映画とされる本作は、 ゾンビとスパイを組み合わせた内容で、ひょうきんなキャラクターによるドタバタも見どころとされる。日本では劇場未公開。2017年、コスミック出版から、ホラー映画パーフェクトコレクションゾンビの世界 DVD10 枚組の一本としてリリースされた。1941年、長法院のビル・サマーズとその従者ジェフは行方不明になった。 ウェインライト海軍大将を捜索すべく、マックが機長を務める飛行機に乗って、カリブ海に向かう。嵐で遭難しかけたところ、ラジオ放送の電波をキャッチし、それを頼りに島に不時着する。島には、ウィーン出身のサングレ博士と、妻アリス、名のバーバラが住んでいた。サングレ博士に、ラジオ放送のことを尋ねるが、知らないと言われる。 真夜中、ジェフが壁をすり抜ける女性の幽霊を目撃し、屋敷の中を調べてみると、書斎にバーバラがいて、催眠術の本を読んでいた。サングレ博士の正体はスパイであり、秘密を知ったジェフに催眠術をかけ、自分はゾンビだと思い込ませる。一方で、博士は、ブードゥーの高層玉派の術で、ウェインライト海軍大将から情報を手に入れようとする。 バーバラは催眠術にかかったおばを逆催眠で解放しようとしていたが逆に博士に催眠術をかけられてしまう。マックも殺されてゾンビにされる。若いメイドのサマンサのおかげで催眠が解けたジェフはサマーズと共にブエドゥの儀式を続けるサングレ博士からウェインライト海軍大将とサマンサを救出。サングレ博士はゾンビとなったマックたちによって殺される。 本作はゴーストブレイカーズの成功に触発される形で制作された。当初、サングレ博士役はベラルゴ氏が務める予定であり、上映から数ヶ月前にあたる1941年1月の段階ではルゴシ主演と宣伝されていた。ところが実現ならず、一時は大役候補にピーター・ローレが上がったが、最終的には撮影日の前日になって、 ベテラン俳優のヘンリー・ビクターに決まった。3月28日から4月上旬にかけて、主にスタジオの裏ク地で撮影された。また、飛行機の場面では、カペリス XC-12 が使われた。アカデミー作曲賞の劇、喜劇映画音楽賞にノミネートされた。2年後の1943年に続編として、死体に殺された男が作られた。マンタンモアランドが、 同じジェフ役で、マダムスルテワンが異なる役で出演している。a b ウィバー1993、ピアニッシモ36、36から45、a b デンデル2001、ピアニッシモ、96、97、オブローカルオリジンザ、ニューヨークタイムズ、ジャニュアリー27、1941、P11、シャラート、エドウィン、ロビンソン、 イダルピのチョーズンフォー、シービースト、アワードウィナーアサイ,インド、ヘップバーンリターンイミネント、クラックドナッツ、キャストセット、サンダースツーアクトナチコップローリー、キングオブゾンビーズ、ロサンゼルスタイムズ、マーチ1、1941、P12、シャラート、エドウィン、ディズニー、ゴールドウィンウィルコープリデュースフェアリーテイル、ヘイワース、アステアディオヘレンパリッシュウィンズリードオートリー、 サブジェクトリビールドパーセルウッドバリーチームモンゴメリーインデュアルロールロサンゼルスタイムズマーチ28 1941 P26 オリジナルプリントインフォメーションキングオブザゾンビーズターナークラシックムービーズリリーブドオーガスト18 2016ありがとうございます